バーモー、ビルマ語、発音、バ、メートル、ラテン語自転車バモー、1893年2月8日から1977年5月29日は、ビルマの独立運動家、政治家。名は、バーモー、バーモー、バモー、バモー,バモーとも表記される。イギリスの植民地だった、ビルマの裕福な家庭に生まれた。バーモーの成果は、法律家や学者を多数排出する文族の、 名門だった。父であるキーシュエは、英仏語に堪能であり、コンバウニアサビルマの外交官として1870年代に、欧州への駐在勤務を経験し、またコンバウン調祭末期に、国王の家庭教師だった、マーク博士の助手を務めた。バーモーの兄である、バーハン博士は、辞典編三者、法律家、 法学者であり1957年から58年までビルマ法省を務めた。バーモーはラングーンで中等教育及び学部教員を退職した後は軽かった大学修士課程に進学し1917年に同大学から修士号を取得した。1917年に修士課程を修了するとラングーン大学の最初の英語教員として数年間教弁を取った。 大学を退職すると、法学教育を受けるため、その後は、フランスのボルドー大学に留学し、仏教に関する博士論文をフランス語で書き、1924年に博士号を取得した。1926年4月5日に、金ママモーと結婚し、生涯で7人の子供を設けた。大学卒業後、弁護士業を開業する傍らビルマの政治活動に、 参加するようになり、1931年に反映運動指導者サヤさんの弁護をバーウと共に担当するが、サヤさんは反逆罪で公主刑となった。1930年代に入ると、バーモーは自治政府運動の支持者となり、当初反対していたイギリス領インド帝国からのビルマ分離を支持した。彼は貧民党を率いて議会に進出し、1934年には、 ビルマ州政府の教育大臣に就任し、1937年にビルマがインドから分離して、別個の植民地になると、初代植民地政府首相に就任し、1939年2月まで、務めた。大東亜会議に参加した、各国首脳局実省及び、日本東風の軍統を廃用するバーモー第2次、世界大戦が勃発すると、彼はビルマが、 イギリス軍の一員として参戦することに反対したため、1940年8月6日に民衆戦動の罪で逮捕された。しかし、太平洋戦争開戦後の1941年12月16日に、同志のアウンさんらは、日本軍南機関の支援を得て、バンコクにビルマドクリツ義勇軍を創設。日本軍と共に、イギリス軍と戦い、 1942年3月にランブーンを陥落させ、同年7月ビルマからイギリス軍を駆逐することに成功し、ビルマ独立義勇軍をビルマ国防軍に改組した。バーモーは1942年5月に政治犯収容所から解放され、南機関によって8月1日に中央行政府長官に任命された。日本はバーモーに対し、 戦争終結後には、ビルマの完全独立を承認することを約束していた。1943年8月1日、バーモーを議長とする独立準備委員会は、日本の支援を受けて、ビルマ国の独立を宣言。バーモーは、国家代表権内閣総理大臣に就任し、日本との同盟を締結すると同時に連合国への宣戦布告を行い、1943年11月には、 東京で開かれた大東亜会議にビルマ国代表として参加した。1944年に日本の配色が濃くなると4月25日に南方軍ビルマ方面軍参謀副長、磯村武資料の調査を受けた参謀部情報班所属の浅井得一に暗殺され、そうになるがビルマ兵が警戒してことなきを得る。その後、 ビルマ国民軍がクーデターを起こしてイギリス側に寝返り、日本軍は1945年5月にイギリス軍やアメリカ軍に放逐され、ラングーンから撤退し、ビルマ国は崩壊した。バーモーが描かれた百チャット紙幣1945年8月に太陽国を経由して日本へ亡命し、新潟県南ウ沼ールマ軍石川村の役所時に陸軍中野学校出身の将校たちの 協力により身を潜める。当地では英語を教授する一方、日本語を学習した。12月に自ら連合国の占領軍に出頭した。翌年に特殊され、ビルマに帰国するが、1947年にアウンサン暗殺に関与したとして一時拘束された。1948年1月にイギリスからビルマが独立した後に一時政界に復帰するが、 1950年代以降のネウィンの軍事政権下では抗禁された。抗禁中はビルマ国時代の回顧録を執筆し、1968年に釈放された。釈放後は政治活動から引退して陰性し、1977年にラングーンの自宅で死去した。ありがとうございます。